かなりね、もう勝ちに対してのイメージっていうものが分からなくなってるのかなと思いました。最近の YouTube とか会見とか見てる限りで、昔のイメージがなくなった、もう路上の伝説じゃなくなったよねみたいな感じかな。また悲しいが、あの平本蓮にトラストーク言われて何も返せてないんだよね、闘争心っていうところのこの牙がなくなったということが僕は一番こう気になるなと。皆さんこんにちは、本日は、平本 VS 朝倉未来選手の試合について、話していこうと思います。この試合に関してね、試合予想、どうなんという話なんですけど、その前にね、僕自身が思うことが何個かあるので、その辺の話からさせてもらえればいいかなと思っております。まず、平本蓮選手が上に上がって朝倉未来の立場に追いついたのか、朝倉未来が平本蓮の、ところまで下がったのかっていう問題があると思うんですけど、これに関しては平本がちょっと上がって、朝倉選手が下がったのかなと思ってます。で、とは言っても朝倉選手、トップコンテナーだと思ってて、もちろんめちゃくちゃ強いし、MMA においてすごい強いと思うんですけど、ただ今まですごい強くてプライドがかなりしっかりあった選手だと思うんで、そんな選手が、ヤーマンに負けて、スパーリングでね、遊んでたヤーマンに負けて、で、ケラモンに負けて、クレベルの落とされ、というわけでですね、かなりね、もう勝ちに対してのイメージっていうものが分からなくなってるのかなと思いました。最近の YouTube とか会見とか見てる限りで。で、ヤーマンに関してはね、 YouTube の撮影においてさ、結構こう朝倉が遊んでる状態でヤーマンにボコボコにされてるから、あ、なんだ、接待スパーされてたんだみたいなね、感じあると思うんですよ。で、もうジャパントップチームっていう、もうチーム自体がもう朝倉未来選手にもみんなその媚びを売らざるを得ないあの状況になってると思うんで、もうスパーリングでも誰もいけないと思うんですよね、ゴリゴリに。で、この状況が今朝倉未来選手にとって良くないのかなと、成功しすぎたがゆえに、周りに気使われすぎてしまうっていうのが今の朝倉未来選手の弱点だと思います。で、今タイで修行行ってるっていうことで言ってますけど、やっぱ海外の地域ってその自分が知らない人にゴリゴリにこう攻められるってことはすごく大事だなと思ってます。で、とは言ってもなんか仕事があるからそんな長い時間いられないみたいな感じで言ってて、結構ね、これがね、少し朝倉未来選手に対してちょっと寒いなと思うというか、やっぱ昔のイメージがなくなった、もう路上の伝説じゃなくなったよねみたいな感じかな。なんかもっとね、強さに対して自分自身が求めてたものっていうのが多分彼自身あったはずなのに、もういつの日からか全てにおいて守りに、徹するようになったなと思ってます。そんなことも加味して朝倉 VS 平本の試合予想はですね、7-3で、いや6-4で朝倉かなって感じかなと、下手すると平本に負けるだろうなって感じちゃってます。今までの MMA のキャリアで考えたら圧倒的に朝倉選手だと思ってるんですが、平本蓮の方が精神状況として、何もかも失うものがないじゃないですか。多分今すごく強くなれやすい環境だと思うんですよ。朝倉未来に勝つためだったら何でもしてやるみたいな感じでいけるので、そういったところってやっぱりこう精神状態の優位さっていうのはそもそもあると思います。で、朝倉選手の方は逆に平本に負けたら終わりだみたいなのが、もう最初から記者会見でも負けたら引退しますとかって言ってるじゃないですか。で、結局人間って否定語が使えないんですよね。否定語は人間脳みそ理解できないので、負けたら引退するって最初に開口一番に言ってしまうのって、負けることを自分から引き寄せにいっちゃってるリスクが僕はあると思ってて、ってことはもう引退したいんだろうなと、楽になりたいんじゃないかなと思ってます。っていうところで考えると、朝倉選手の会見の様子を見た時にちょっと残念な気持ちになりました。現在 M ハイ吉岡店では協賛企業を募集しております。キックボクシングジムに協賛すると、この身近な人たちが間違いなくリーチをしてくれるので、非常に協賛として効果が高いと思っております。現在農業フランチャイズクールコネクトさんも協賛をしていただいております。そして、今このコーナーポストにですね、新しい協賛企業を募集しているので、ここは一枠になるので、お早めに概要欄のメールアドレスよりお問い合わせください。
朝倉選手ってやっぱりこう打撃強いですけど、テイクダウンしてそこから抑え込む能力っていうのは、あの萩原選手との試合を見る限りではそこまでなかったと思うんですよ。で平本選手は斉藤豊戦でしっかり立ち上がるっていう技術を見せてたんで、って考えると朝倉選手が平本選手をお尻をつかせる、尻餅をつかせるということはできると思うんですけど、その後に本当に、抑え込むことができるのか。平本選手は多分ゴリゴリにのブリッジとエビして思いっきり、ケージであればケージに背中つけて立ち上がってくると思うんですよね。で立ち際にまた、肘打ちの攻防だったりとか、ちょっとこう離れ際の打撃の攻防が起きてしまうと思うので、ってなるとその実際問題、その相性として考えた時に MMA ファイターの中では朝倉未来選手の打撃って最強だと思うんですよ。でも平本蓮の前ではちょっと劣ると思うんですよね、打撃のレベル、精度っていうものが、打たれ強さも含めて。ってなってくると平本の打撃戦も強いと思うんですよ。まあ普通に当たり前の話なんだけど、立ち技専門でやってたからね。でなった時に、じゃあ朝倉が勝つためには何が大事かって言ったら、テイクダウンですよ。でテイクダウンした後に、テイクダウンしただけじゃ意味がないので、テイクダウンした後に抑え込む、で上からパウンドする、まあ一本取るってあると思うんですけど、まあ、抑えて、パウンドで削るっていうのが多分朝倉選手が一番できることかなと思うんですけど、抑え込まないと削ることが多分できないと思うので、ってなった時に意外と平本蓮の立ち上がる能力、意外と力が強いと思うんで、意外といい勝負になっちゃうんじゃないかなと思ってます。結局のところ朝倉選手ってやっぱりそんなに寝技師じゃないと思うんで、バックを取ってバックチョークで決めたりとかってあんまりライジンとかではないと思うんだよね。本当にスタンディングじゃない、スタンディングからパウンドで終わらせると思うから、って考えると平本がこのバック取った時にクレベル小池とかサトシとかだとすればテイクダウンしました、平本がケツつきました、立ち上がりました、背中向けて出ようとします、バック背中向けちゃいます、ガーン、はいチョークって終わっちゃうけど、結構意外とできないんじゃないかなと思うとね、そこのところだよね、相性的な問題もあるのかなと思ってますね。まあとはいってもね、スーパーライジン3ということで、間違いなく PPV は売れるんじゃないかなと。これからね、朝倉選手と平本選手のトラッシュトーク、これも含めて楽しみだし、また悲しいが、あの平本蓮にトラッシュトーク言われて何も返せてないんだよね。まあそれで格好つけてるのかも分かんないんだけど、ちょっと言い返せよって思ったけどね、その客盛り上げるためにもそうなんだけど、全然さ、平本蓮が場を仕切っちゃってたなと思って、平本蓮が負けた方がチャンピオンになるっていう、なんかよく分かんない滑る話をすごい言ってたんだけど、そこに対しても上げ足も取んないしさ、すごい何を言ってんだろうなと思ったんだけど、無冠の帝王同士でどうのこうのって言ってたんだけどね。いや本当朝倉未来のね、本当にこの闘争心っていうところのこの牙がなくなったということが僕は一番こう気になるなと今回の会見で思いましたね。というところで、勝利予想はまあまあなんだかんだ言って朝倉未来がギリギリ勝ちそうだけど、意外と競っちゃうんじゃないかなと思っております。皆さんの、勝敗予想はどちらでしょうか。ぜひねコメント欄に、書いてみてください。ありがとうございました。